はい、今回はですね、はい、ドラゴンボール、はい、これはまあご存知ですよね。まあドラゴンボールはね、まあそのドラゴンボールのですね、まあ初期の物語で繰り広げられた名勝負と言いましょうかね、悟空対ピッコロ大魔王、はい、初代のピッコロ大魔王ですね。まあこの人はまあ人気のバトルなんですけれども、まあ最後はね、まあ、悟空がまあピッコロ大魔王の体をこう突き破って勝利を収めた。そうですね、しかしこれがちょっとまあ上げ足取りと言いましょうかね、あれというようなまあ部分がございました。この辺をご紹介させていただきたいと思います。まあこれ実はピッコロ大魔王には再生能力があるはずやのに、で使わへんかったんやっていうようなことがこういろいろ言われてますね。まあ、あのこのピッコロ大魔王の敗北にね疑問を持つ人が出てきたのは、ピッコロ大魔王の生まれ変わりである、まあ、息子のねピッコロ、まあ、ジュニアって言われた佐野当初が出場した天下一武道会での出来事、まあ、悟空と対戦した、まあ、ピッコロはね対戦で痛めた左腕を引きちぎり新たな腕を再生してみてました。あの天下一武道会の悟空対魔ジュニアですよね。バキッチって、ね、ズボッといただいてるそうですね。このピッコロの再生を目にした、読者たちはですね、おいおい再生できるなら最初からしとけよとかね、ピッコロ大魔王の貫かれた部分を再生すればよかったのにというような疑問がいろいろあると。まあ、ちなみに魔人ブー編でのピッコロのセリフによればね、頭さえ無事なら再生できるっていうような後々こういうセリフが出てきたんで、過去のそういうなんが、まあ言うたらその矛盾点があるやないかというようなこのツッコミなんですよ。頭さえ無事なら再生できんのやったら、胸貫かれても再生できるやろ、その最初のピッコロ大魔王対悟空のところね、胸貫かれても、だからかなりすごい生物ですよね。そうなんですよ、だから頭無事あるからその貫かれたとこ再生できるやんけというツッコミがある、まあ、ピッコロ大魔王が再生を選ばなかった理由として、その生まれ変わりのピッコロを生むのにエネルギーを使い果たしたんじゃないのかと、こういうような声や、悟空との戦いで相当な体力を消費していたからという意見が上がっています。まあ、見た目もね、ジュニアが出てきてから思えば、初代の貴重大魔王はだいぶおじいちゃんに見えましたしね。おじいちゃんって、若返ったんですけどね、シェンロンに頼んで、それが目的で最初のピッコロ大魔王はドラゴンボールを集めてたんで、最初おじいちゃんやったんやけど、若返るんですよ。そうなんですよ。でこうもうシェンロンをもう一回誰か使わへんようにこの、ピコロ大魔王が破壊するんですよ。ね、永遠の命は無理やけどっていうことなのかな、その力がピコロの方が強いからっていうことなのかな、だから若返さすということはできるっていうような、間違ったら申し訳ないけどそういう理屈だったような気がします。はい、まあそれまでね、まあ悟空と死闘を繰り広げていた上、まあね、まあ、このピッコロ大魔王が再生を選ばなかったというのが理由ですよね。まあ、その頭さえ無事なら再生できるというようなところだったんですけれども、まあ、そういったような形で、悟空との戦いで体力を消費してたとか、ピッコロを生むのにエネルギーを使い果たしたんじゃないのかというような中で、ピッコロや同じく、まあ、ナメック星人ね、あと出てくるナメック星人の戦士ネイルは再生能力を発動する際にかなりの体力を消費していた、サイヤ人編でね、はい、まあ、上記の腕の再生でもね、ピッコロは疲れた様子を見ていました、先ほど申しました、入った瞬間にハーハー言うとったんですね。 それまで悟空と死闘を繰り広げていた上、最後の力を振り絞りピッコロに落としたピッコロ大魔王には、まあ、体を再生できるほどの体力が残っていなかったのかもしれません、というような声やとか、まあ、腕と、まあね、腹部では再生の大変さもかなり違うんじゃないかな、まあ、内臓も入ってるでしょうね。はいはいはい、他にもマジュニアは再生できるけどそもそもピッコロ大魔王には再生能力がなかったのではとかね、というような意見もあったり、ナメック星人は魔族、竜族というドラゴンボールを作り出したり種族を残したりする、まあ、多数派のタイプと戦闘力が高く竜族を守る戦士型というね、まあ、少数派のタイプに分かれているというような形で、まあ、ジュニアは戦士型だったりね、まあ、いろいろこうタイプがあるわけですよ、ナメック星人は。一方ピッコロ大魔王は記憶喪失でナメック星人であることを忘れていた元天才武道家の地球の神が神になるための修行で悪の心を解き放った結果生まれた存在、神様というのが一つがついに分かれてたわけですね。神が死ねばピッコロも死ぬみたいなね、でも私は神だから自殺はできないから、そういう描写がありましたよね。
そういったような形で、天才武道館の地球の神が神になるための修行で悪の心を解き放った結果生まれた存在、まあ、地球の神様はナメック星の最強霊曰く竜族の天才児というようなこと、ピッコロ大魔王も卵を産んでいたことを考えると同じ竜族の特性を持っていたと思われます。そのため戦闘能力は天才的でも戦士型の息子が持つような再生能力はなかったんじゃないのかとかね。まあ、ちなみにピッコロ大魔王の敗北シーンではもう一つ、まあ、あの疑問の部分があると、うん、それは、お腹を貫かれて風穴が開いてるのにどこから卵を生み出したのかというようなツッコミもあったりとかね。卵を作る体の器官もなくなっている可能性が高い、うんうん、これには意外と肺から上ぐらいに卵を作る機能があるんだよっていうことも、どこまでどこまで深掘りしてくれんってさすがみんなすごいですね。想像してたらね、決めないですけどね、はいはい。さらに悟空が向かってきている時点で体が無意識に敗北を予想し、喉元まで子孫の卵を押し上げていた。あ、やばいやばいやばい、ちょっともう先読みして、さっきあの生存本能というか、その本能がこう見落とさせたのかもしれないです、ね、そうですね、あの生物としての本能が、うん、あ、やばいやばいやばい、自分の分身をというのをもう先に繰り上げ、もう先を読み分けて、そのね、その辺のことを、この辺まで卵はやっとったんちゃうかみたいな、なかなかのこういろんなこう皆さん、ツッコミが激しいですよね。まあそんだけこのドラゴンボールというのは人気漫画、そうですね、まあ、人気漫画だからこそのこういう疑問というですね、はい、はい、ちょっとこの辺のことをご紹介させてもらいました。ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。